ない。じゃあ授業は始めますね。そうなの。同様に僕は家を出た途端、たまらなくやりきれない気持ちに襲われるんだ。それはなぜ自分がこんな世界に生きていかなきゃならないかっていう虚しいっていうのかな。学校でも周りの奴らは赤の他人。東洋だ。答え出て書いてみ。うめき声上げて、お体の具合大丈夫か。またこいつの皮肉か。おーおお、震えてらっしゃるわ、お手手が。からかわないでください。おお、こわ、銀行で猟銃でもぶっ放しそう。みんなおかしけりゃ笑えよ。この教室は心の触れ合いがまるでない。僕にとって異次元の世界だ。初めまして。すごく熱心なのね。え、あ、いや。見つめられて光栄よ。あなたもコーヒーが好き？ん？いやね、コーヒーの広告なのよ。ああ、そうか。君ばっか見てて気がつかなかった。君があんまり綺麗だからさ。君誰？タレント？知らないわ。私、生まれた時からポスターだもん。いつからここに？1週間ぐらい。ここってあんまり目につかないのね。あなたみたいにしげしげと見てくれた人一人もいなかったわ。ここは湿ってて暗くて。見ろよ、そのうちああなるんだぜ。どうだ、僕んちへ来ないか。え、剥がして僕の部屋へ貼ってやるよ。ダメよ、私大勢の人に見られるのがお仕事だもの。だからさ、朝から晩まで1日100回だって見てやっから。ダメダメ。いいからいいからって。よいしょ。君、太陽なんて見たことないんだろ。太陽って？ほら見ろ、僕の部屋は2階で夕日が綺麗なんだ。